サイレントマジョリティは日本の女性アイドルグループケヤキザカ46の楽曲。秋元康氏が作詞、バグベアが作曲した。2016年4月6日にケヤキザカ46のデビューシングルとしてソニーレコーズから発売された。楽曲のセンターポジションは平手ゆりなが務めた。DVD 付属のタイプ ABC。 CD のみの通常版の4形態で発売、音楽配信では全曲収録のスペシャルエディションとして配信。発売日は、ケヤキザカ46のグループ名である46に合わせて2016年4月6日とし、2015年10月から、ケヤキザカ46の冠番組、欅って書けないを放送開始することによって期待値を高めながら、 2015年8月にグループを結成以降、約8ヶ月後の CD デビューとなった。兄弟曲、サイレントマジョリティは、沈黙する大衆、静かな多数派を意味し、発売前の仮タイトルは、僕らの革命だった。当初、コンペにより選ばれた楽曲で示された、方向性は渋谷や復職系だった。バグベアの二人はそこから、渋谷や原宿の裏通りをイメージし、 楽曲を制作した。サイレントマジョリティには、AKB48 や乃木坂46の歴史から学んだ教訓が生かされており、アイドルソングとしては、珍しい低音寄りの構成で、軍隊のような衣装と、統率されたダンス、メッセージ性の強い歌詞を、女性アイドルグループらしからのいでたちでクールに表現し、システマティックに作られた社会を象徴するシーンと、 若者の力強さと勢いを表したシーンの二つの情景が取り入れられている。歌詞は声を上げない者たちは賛成しているのと同じだという、ベトナム戦争時代のリチャード・ニクソン大統領の言葉を彷彿とさせるセリフが登場し、AKB48 のような同じ衣装を着て踊る、マニファクチャードがあるグループとして生まれながらも、自らに対し似たような服を着てと、 自己否定論を投げかけることにより、自我に目覚め、自分たちの現状に一石を投じるような学生運動を思わせる内容になっている。秋元康氏によれば、一見すると彼女たちの立場は矛盾を抱えているように見えるが、そこには両親の叫びがあり、そのような叫びを出発点とする彼女たちが、これからどのような道を切り開いていくのか、期待を込めて作詞した。 ダンスは演劇的なダンスパフォーマンスを踏襲し、曲や歌詞が差し示す対象をそのまま直接的に表現する手法が用いられ、フォーメーションダンスを交えながら民衆を導く自由の女神を象徴するセンター、平手ゆりなが左右に並んだメンバーの間を突き進んでいくモーセの10回と呼ばれる振り付けによって自我の帯同が始まる表現とともに、社会のシステマティックさと、 若者の自我の炎の両面を対比させたがが、写実されている。ケヤキザカ46が乃木ザカ46と異なる点は、そこにある明確な意志の強さであり、乃木ザカ46が可愛らしい高級感を求めて、フランスの女子校のような世界を志向したのに対し、ケヤキザカ46はスタイリッシュな格好良さを求めて、イギリスのモッツのような世界を志向した。 プロモーションとして2016年4月6日に発売記念イベントが開催され、ケヤキザカ46のメンバーがタワーレコード渋谷店 HMV&BOOKS、渋谷ツタヤの3店舗で一日店員を務めた。ジャケット写真は渋谷側、アーティスト写真は国学院大学の屋上で撮影された。アートディレクターは米沢純、撮影は 新藤剛が担当した。本作は2016年4月5日付のオリコンデイリーシ d シングルランキングで推定売上げ19万1203枚を記録し、デイリー1位を獲得した。初日売上げのみで、乃木坂46のファーストシングル、ぐるぐるカーテンの初週売上げ約13万6000枚を上回り、デビューシングルで1位を獲得できなかった。 のぎシックスに代わって一位を達成した。サウンドスキャンジャパンによれば、2016年4月4日から2016年4月6日までの3日間で約25万1000枚を売り上げ、2016年4月18日付のビルボードジャパンホット100で総合ポイント36,070点、ビルボードジャパントップシングルスセールズで推定売り上げ28万4,460枚、 オリコン週間 CD シングルランキングで推定売り上げ26万1580枚を記録し、週間1位を獲得した。女性アーティストにおけるデビューシングルの初週売り上げとしては、HKT48、スキ好き、スキップの25万147枚を上回り、約3年ぶりに史上最高記録を更新した。その後、 オリコン週間 CD シングルランキングで1位、3位、4位、7位、7位と5週連続でトップ10登場。2016年4月度のオリコン月間 CD シングルランキングで推定売上げ32万4507枚を記録し、月間1位を獲得した。オリコン2016年上半期シングルランキングでは、推定売上げ34万9233枚を 記録し、上半記録位を獲得、AKB48 姉妹グループの売り上げを上回った。ケヤキザカ46のセカンドシングル、世界には愛しかないを発売後も、2016年8月22日付のオリコン週刊 CD シングルランキングで推定売り上げ2228枚を記録し、週刊30位を獲得。 推定累計売り上げ枚数を359,739枚へと伸ばし続け、年間推定売り上げ376,871枚を記録した。レコード会社関係者によれば、2016年時点におけるアイドルのデビュー曲としては2万枚から3万枚が売れればヒットという中異例の出来事であった。その後も売り上げを伸ばし続け、 2017年4月時点で、推定累計売上枚数は約41万3000枚に達した。手をつないで帰ろうかに関するカテゴリー。ありがとうございます。